はい、ウィンナーマニアユッキーの今回食べるウィンナーは芳醇です。粗挽きポーク。こちらは、日本ハムの会社ですね。なんだっけ、シャウエッセンの会社か。うん。驚きのジューシー感。これシャウエッセンだよね。日本ハムで、こちらが、2袋入りで、90g 入ってまして、合計で 180g ですね。値段が250円ぐらいだったかな。まあ、シャウエッセンよかは安い。ただ、まあ、シャウエッセンよか多分、容量が少ないんで、30g ぐらい少ないんで。で、何本入ってる ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12本。12本入りか。ってことは、あれだな。シャウエッセンと同じですね。シャウエッセンと同じ。ただ、ちっちゃいだけ、ちっちゃいんだ。1本あたりがかなりちっちゃいんだ。いただきます。あっか、あ、これ。ん？皮が薄い。あか。皮がね、今まで食べてきたウインナーの中で一番薄いですね。うん。薄皮仕立て。日本ハム。乾杯。驚きのジューシー感を目指した粗挽きウインナーです。スモークの豊かな香りとジューシー感をお楽しみいただきます。んでね。結構、ちょっとスパイシーな感じがしますね。シャウエッセンに比べると。で、結構、肉汁が、かなりなんか出てる。かなりなんか、肉汁感、じゅわっと結構出てくるんだけど、あがが。皮が薄いのか、パリって感じがないんだよね。あんまり。で、薄いのにもかかわらず、なんか、あれだな。歯に残るな、結構。なんだろう。
なんか、ばらつきがあるのかな。場所によって。なんか、うん。薄いはずなんだけど、やけに、皮が最後に、口の中で、残る感じ。ですね。あ、そうそう。前回のシャウエッセンは、普通に三つ星でした。うん。で、多分シャウエッセンの方がこれよか、美味しいですね。こっちはそんなに美味しいとは思わない。まあ、でもまあ普通ぐらいの三つ星。で、ご視聴ありがとうございました。